アーサー・エドワード・ウェイトアーサー・エドワード・ウェイトは、隠避学、秘怯、魔術に関する多数の著書を執筆した、文筆家、ウェイト・バンタロットの制作者として著名。隠避学結社、黄金の夜明け団等に所属していたが、儀式魔術からは距離を置いていた。アメリカ合衆国に生まれ、イギリスに育ち、1891年1月に黄金の夜明け団に加入した。 しかし1893年に説明もなく退団し、後の1896年に復帰している。また、1902年に英国原十字教会にも加入した。黄金の夜明け団は、その後内部構想から分裂し、ウェイトと MW ブラックデンは、イシスーラニアテンプルを結成、儀式魔術を否定して、キリスト教神秘主義職を強めた、修正儀式を施行した。 1914年に、ウェイトは自分の率いた黄金の夜明け団分派を去り、その翌年、キリスト教神秘主義を掲げる、バラ十字友愛団を結成した。その時点で、オリジナル黄金の夜明け団からの分派は6つばかり、残存していたが、結局黄金の夜明け団が、その後復活することはなかった。ウェイトは隠避学関係の著作を、数多く執筆した。その題材は占い。 バラ十字、フリーメイソン、黒魔術と儀式魔術、カバラ、錬金術などであった。ウェイトは、また、いくつかの重要な鉛筆学や錬金術に関する著作を翻訳し、再版した。聖杯に関するウェイトの著作は、友人であったアーサー・マッケンに影響されたもので、とりわけ注目に値する。ウェイトの著作のうちいくつかは、近年になっても出版されている。 儀式魔術の書、聖なるカバラ、フリーメイソン神百科といった書き物である。ウェイトは、ウェイト版タロットの共同制作者として、またその解説書、タロット使いの著者として、最もよく知られている。この書は22枚のダイアルカナだけではなく、78枚のカードすべてを差し絵付きで説明した初めてのものとして、注目に値する。カードのイラスト作成は、 黄金の夜明け団のパメラコールマン・スミスが言った。初版は1909年である。ありがとうございます。